クリケットボールの不正改造は、クリケットにおいて野手が使用するボールを違法なコンディションに改造する反則行為である。不正改造の主な目的は、ボールの空気力学の特性を妨害することにある。本来のクリケットボールクリケット競技規則の第42条第3項では、野手はボールが濡れている場合はタオルで乾かしても良いし、審判員の監督下で泥を落としても良いし、 人工素材を使用しなければ研磨することも認められている。これ以外のボールを変形させる行為は全て反則行為とみなされる。地面にボールをこすりつけたり、指の爪やその他の鋭利なもので傷つけたりする行為も禁止されている。ボールを変形させる主な目的はボーリングをするためのより良好な条件を整えることにある。不正改造の例としてはボールを鋭く変化させる。 ことが狙いで、野手がリップクリームや糖分の含まれる唾液などの物質を塗布して、ボールの片側を輝かせたり、ボールの縫い目を押し上げる行為が主に挙げられる。同様に、ボールを鋭く変化させることが狙いで、靴のスパイクやボトルキャップなどを利用して、ボールの片側を素面化する行為もボールの不正改造に該当する。任意の物質を使用して、ボールを研磨することが禁止。 過去にはボールを水分で濡らすことが、より容易にボールを鋭く変化させることにつながると考えられており、ボールに汗をつける行為が一般化していたが、近年の研究では自然な酵素が出てくるのを阻害するため、実際には水分で濡らすのは逆効果であることが指摘されている。審判員は、ボールのコンディションを頻繁かつ定期的に点検しなければならず、 ボールの使用に関するトラブルが発生した場合、審判は競技後にボールを問題が起こる前と同程度のコンディションのものと変更する必要がある。審判員がボールの不正改造であるとみなした場合には、ペナルティとしてエキストラポイントの5得点が攻撃側の相手チームに与えられることになる。国際大会でもボールの不正改造は何度か発覚している。 若あるユニスは2000年の試合の後、ボールの不正改造が原因で、出場停止処分を受けた最初の選手となった。2006年8月20日に行われた、イングランド代表対パキスタン代表の最高峰、国際大会テストクリケットのシリーズ最終戦では、パキスタンチームの野手が、ボールの不正改造に関与していたとの判定が、下された。イングランドチームに、 ペナルティとして5得点が与えられ、使用するボールも交換された。パキスタン側はこの決定に抗議し、試合続行を拒否した。審判員が放棄試合を宣告し、イングランド代表が勝利を収めた。テストクリケットの130年の歴史で初めての放棄試合であった。ありがとうございます。